県の4病院再編構想は、仙台赤十字病院と県立がんセンターを統合して名取市に、東北労災病院と県立精神医療センターを併設して富谷市に移転し、名取市に分院を置くものです。このうち精神医療センターについて、県は258床ある病床数を170床に減らし、富谷の本院と名取の分院に病床のを振り分けについて3案を精神医療センター側に提示しています。今日の県とセンターの話し合いでは、病床数は前回の案と変えず、人員配置などを再検討した案が県から提出されたものの、センター側からは夜勤の体制などをめぐり厳しい意見が上がったということです。まあ、南の方の病床をこう多くしてほしいというご意見だったり、まあ、人員配置をもっと手厚くしてくれということ。県では県議会が閉会する来月13日以降に再度センター側と話し合いの場を設けたいとしています。